お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。今回、バンボクとのオタク屋は、ちょっとヤバい内容になる可能性大ですよ。何ですか、師匠、ヤバい内容って？今回のテーマは、セクサロイドだ。え、師匠、何ですって？何度も言わすな。今回はセクサロイドを扱う。その歴史と、登場した SF 小説、映画などをじっくりと考察するのだ。そんな内容を扱ったら、両つべからお叱りを受けることになりますよ。安心しろ、わしがそんなヘマをすると思うか？要するに、露骨な表現をしなければいいのだ。そうですか。くれぐれも、気をつけてくださいね。マリサ、セクサロイドとは何か、定義してみろ。人間そっくりの外見を持ち、人間と同じような、だのじゃわからんじゃないか。そういう場合は、無夫婦なことができる、って、十分伝わるぞ。そうですか？つまり恋愛対象になる、人間にそっくりな非創造物のことだな。人間はそんな想像を昔からしていた。最も古い、人間と非創造物との恋愛話は、ギリシャ神話に出てくる。ギリシャ神話？それに、セクサロイドが？そうだ。ピュグマリオンという話がそうだ。キプロスの王様だったピュグマリオンは、理想の女性の姿を大理石で掘り上げた。が、その姿があまりに美しいので、自分で掘り上げた彫刻に恋してしまったのだ。うわぁ、なんとも言えない神話ですねー。ま、ピュグマリオンがセクサロイドの話かどうか微妙なところだがな。次は歴史上、初めてアンドロイドという言葉を使った小説だ。1886年に発表された、リラダンによる未来のイブだ。この小説で、人間そっくりな人造人間をアンドロイドと初めて読んだ。なるほどねー。昔っから、人間は DT こじらせオタクだったんですねー。まあ、DT だったかどうかはともかく、人造のパートナーを作り上げたい、という妄想は結構、持っていたということだな。ところで師匠、今までは神話や、小説でしたが映画とかではどうですか？もちろんあるぞ。ありすぎて、どれから紹介するか迷ってしまうくらいだ。まずは古い方から紹介するとメトロポリスという映画に登場する、マリアだ。おお、このロボットは、見たことありますよ。1927年に、フリッツ・ラングによって発表されたドイツのサイレント映画だな。このロボット、マリアはあまりに有名で、SF 映画に興味あるオタクなら誰もが目にしたことだろう。しかしあまりにロボットすぎて、恋愛対象にはちょっと無理じゃないですか？よし、それなら次は1935年の映画で題名はフランケンシュタインの花嫁、だ。これはタイトルの通り、フランケンシュタインの怪物に、花嫁を与える目的で作られた人造人間というわけだ。いまいちピンときませんね。もっと新しいところでは、どうですか？これでどうだ？1985年のアメリカ映画、タイトルはときめきサイエンスだ。二人のオタク高校生が理想の恋人を作るため、パソコンにいい女のデータをぶち込んだら、偶然、その女性が現実のものに。いたたたたたた、師匠、すげえ痛い話っす。まあ、わしも同感だ。では、誰もが知っているメジャーな映画として、ブレードランナーに出てくる、プリスという女性はどうかな？それならわかりますよ。プリスは、無服専用のレプリカントという設定でしたね。ダリルハンナがハマり役だったな。ただ、こいつに恋してしまうセバスチャンが、オタク仲間として涙ものの、哀れなエピソードだったな。やっぱり、オタクに恋は難しいんですかね？それを言うなぁ。ある映画を思い出してしまうじゃないか。そうでした。つい、うっかり。ただレプリカントという設定は、ロボットとは言い難い。何しろ、機械ではなく、むしろ遺伝子操作により生まれた、超人といった方が近いかな。そうですねー。欧米では、機械で作られた、人間そっくりなロボットに対する嫌悪感があるのかもしれませんねー。それじゃ、日本の作品では、ありますか？ふ。マリサよ、お主がそういうのを待っておったぞ。あるとも、日本の漫画、小説にはセクサロイドが溢れ返っておるぞ。まずは銀河鉄道999でおなじみ、松本零士の、そのものズバリ、セクサロイドという漫画だ。おお、なんというか、松本零士美人ですねー。そうだろう。あの長い髪の毛に、顔をうずめてみたいもんだよな。1968年から、漫画娯楽という青年誌で連載された。今では、電子書籍になっているようだから、探してみるといいぞ。師匠、今の発言、少し危ないです。うむ。ついうっかり、わしの思考が漏れてしまったかもしれん。以後、気をつけよう。しかし次から次へと作品を紹介したが、1回では全部語りきれん。まだまだ紹介したい作品もたくさんあるしな。ということで、今回のオタク屋は、次回に続きます。気になった人は、チャンネル登録して、待っててくれよな。それでは次回の動画をお楽しみに。